試練の夏を締めくくる駅伝大会が開催されるぜ。8月28日日曜日、第1回黒姫妙高山麓大学駅伝大会が、開催されます。やはりね、こちらのですね、黒姫野尻湖、そしてこの妙高山といえばですね、はい、大学、長距離チーム、はい、駅伝ですね、こちらのもう学習のメッカですから、はい、このメッカで集まっている、合宿で集まっている大学側がですね、そういった大会を開いてくれると嬉しいんですけどみたいな感じの要望を受けて、こちら第1回開催にこぎつけたということなんですけれども、いやー本当にですね、この試練の夏、この夏合宿でね、まあ新戦力、中堅層、こちらのですね、はい、選手がどのような仕上がりを見せてきたのか、これを測るね、重要な大会になるんじゃないかなっていう感じはしますよね。まあ秋から本格的に駅伝シーズン始まります。まあ、しかもね、距離を見てみると、4区間しかなくてですね、で、全長も30キロ弱ね、 28.7 キロなんで、まあ仮想出雲、まあ、若干のね、やっぱ標高差が、だから妙高山とかね、こちらの黒姫という方は標高があるんで、まあ、こちらの標高差は若干のね、アップダウンがあるんですけれども、こちら仮想出雲じゃないですかね、距離的には、はい、大きなですね、このアプローチになってくるんじゃないかなっていうね、感じはしますよね。しかもこの、大学ですね、各大学2チームまでエントリーが可能ということでですね、はい、大いにこう試す選手ね、試したい選手をね、こうエントリーできるというところなんですけれども、まあ、こちらね、今出ていると思うんですよ。はい、21チームで大学エントリーしております。はい、まあね、青山学院大学とか山梨学院、そして日大、まあ、このね、あたりがね、あと東海大学ですよね、出てないんですけれども、いやはい、駒沢東洋、そしてね、日体大早稲田、はい、こちらのね、有力校出ておりますし、まあね、やはり今回ザワ注目しているのはやっぱ創価大学ですよ。はい、こちらの大学もですね、いや本当ね、もう箱根で予選会もうぶっちゃけ、ま、あると思ってますんでね、はい、こちらのまず駅伝でしっかりと、結果ということですかね、次につながるいい結果をですね、残してもらいたいなと思っております。さあ、この8月28日第1回、はい、黒姫妙高山麓大学駅伝で初の栄冠をつかむのはどこの大学なのか、しっかりとリザルトもお届けします。ゾウチャンネルでした。いやー、やっぱり妙高といえばね、1300メートルの高地には、まあ、準高地トレーニングもできるし、あと温泉があるんで、これ体のリカバリーにもいいですよね。そしてなんといっても空気もうまいし、食い物もうまい、ぜひ僕もですね、こういうところで合宿がしてみたいです。